全新的一期又来到了一个从来没来过的地儿，然后见了一个特别神奇的大哥。我觉得每次采访人都特别有意思，就是他们每一个人的那个身上的特有的想法、个性等等方面是特别吸引人的。这次的主人公也是一个特别有意思的人，所以我们节目里见。估计很多人也知道我们现在一直在做日本品牌的代理嘛，然后我们主要会做的就是日本的一些银饰品牌。今天呢又是一个银饰品牌，而且就是我觉得从我跟他多次的接触以后，我觉得特别有意思，而且在采访之前我们还专门跟他聊过一次。大哥的这个想的东西啊，各个方面都特别有自己的一套啊，所以借着这次节目让他跟大家好好聊聊，也让我们看看这个优秀的品牌的产品都是什么。首先让品牌的设计师跟大家做个自我介绍。どうも、小坂祐介と言います。こういうシルバーのジュエリーを作っているアーティスト、職人なんですけど、日本で大体プロになってから20年ぐらいで、彫金、ジュエリー作り始めて25、6年ぐらいですかね。そのくらいやってます。那我特别好奇一点，就是我当时跟大哥联系的时候，他一直说感觉他挺纠结的，就是要不要见我们。然后我们前前后后这样沟通了得有三四次以后，他才决定要见我，就感觉他应该顾虑挺多，或者说他纠结的东西也挺多的，所以我其实挺想知道他为什么会这么想。そんな特に意味はないんですけど、自分の中のタイミングみたいなものが、作品作る時もそうなんですけど、タイミングみたいなものがあって、で、ジャンさんと何回かやり取りさせていただく中で、ちょっと忙しかったりとか、ちょっと今しんどいなっていう時だったりして、で4回目ぐらいにご連絡いただいた時にいろんなものが回り始めるタイミングだったので、これはジャンさんこの時に連絡していただけたんだったら、これはジャンさんの話に乗っかっているのがこのタイミングなのかなと、それが自然なのかなと思って、自分の中に何かでブレーキがかかる時があって、そういう時はあんまり乗らないようにしてます。あと作品も、例えばこれを作ろうと思っても、何か引っかかるなっていう時があったら、なるべく作らないで保留しといたりとか、でそれをまた半年後でも1年後でも見直して、これもう一回作り始めよう、もう一回取り掛かってみよう、で自分の中でゴーサインが出る時があって、でそうすると、今までもうまくすんなりいったことがあるので、特に意味がないんですけど、僕のタイミングで、すいません、ちょっと何回かご連絡いただいて。反正就是感觉是那个排除了万难的感觉，终于跟人见了。我还以为他是一个挺不太愿意跟人接触或者怎么样的人，结果我们第一次来了以后，他跟我们就感觉打开他这个话匣子了，然后一下就是这种嘣嘣嘣，把这个他所有的这些理念，他为什么要这么做自己的产品，他为什么要这么做这些东西，给我们讲的倍儿详细。我当时就说，哦，我说这个太有意思了，一定要通过节目让他把这些话都讲出来。そうですね、羽とか、主に羽が好きなので作ってるんですけど、羽を作るきっかけっていうのは、よく散歩をするんですよ。山とか、で川とか行った時に、羽が落ちてる。で、その羽はどの羽を見ても美しい、綺麗なんですよね。でその綺麗な羽の中でも拾った羽で、これを作ってみようって思って作ることが多いですね。こういう実際の羽をこう拾って、これはトンビの羽なんですけど、で羽を実際こうやって見るとこういうふうにうねりがあったりとか反りがあったりとかっていうのをこう観察して作るのがとても好きですね。
僕の羽はあのそうですね、皆さん日本の方がよく作る羽で、あのイーグルの羽とか、うん、そういうことをおっしゃってるんですけど、うん、僕はあのイーグルの羽っていうのは実際に見たことないし、うん、もうイーグルが日本の空に飛んでるわけではないんで、はい、ですから僕の作る羽はトンビであったりハトであったりカラスであったり、はいはい、実際僕が実物を見て綺麗だと思ったものを作るようにしています。他刚才说的是关于他做羽毛的出发点，但是其实我们上次来聊的时候，我觉得他说的那点特别好。他说他其实挺不喜欢现在太多东西都长得跟波洛斯一样。对，我觉得不是想让他得罪他的同行，但是我觉得希望他能说出来这些他为什么这么想。啊，あんまりあの言い過ぎで悪口になっちゃいけないんですけど、あの実際に。僕が、まあ、シルバー作り始めて、うん、もう26年、7年ぐらいですかね、はい、当時あの、まあ、大体シルバーって言ったらあの、うん、ゴローズとか、うん、あと何社ぐらいしかなくて、うん、まあ、みんなあのゴローズの方にこう行ってた時代だったんですけど、うん、それをのゴローズを見て、うん、みんながこのゴローズのようなものを、うん、作ってる状態っていうのが、うん、僕はあの実際この業界に長くいて、うん、ずっとその状態だなっていうやっぱりあの頂点に皆さんが思う頂点にゴローズがあって、そのゴローズをリスペクトして、まあ、はい、同じような浜の羽を作って、うん、でそれをまたコピーって言ったら悪いんですけどそれを作るっていう図式があるのかなと思って、うんうん、ただ僕は飛べない羽は羽じゃないと思うので、うんうん、羽が飛ぶ構造とか仕組みっていうところにその美しさがある、うんうん、でそれを形にするのが僕の仕事だと思っていて、うん、間違っても僕の仕事は誰かの羽を作った羽を見て同じものを作る、それをさらに細かくするとか、うんうん、そういったことではないかなと思って、うんうん、僕はまあ、羽という同じジャンルですけど、うん、違うこう道から山登ってるような感じで作ってますね。所以这个我觉得也是这一期节目里我特别想跟大家聊的，因为之前有人说啊，日本银饰怎么全都是羽毛羽毛羽毛，我觉得就算都是羽毛，可能很多人对这个东西的理解，或者说他们想表达的东西，或者说他们脑子里想的东西还是不一样的。我觉得他就是一个特别好的这种典范啊。他尽管他做的是羽毛类的产品，但是就像他刚才聊的，我觉得他很有自己的一个理解，或者说他想用他自己的方式去做的，而不是说啊 Golos 那我们就也弄 Golos 这样的东西的感觉。所以我觉得这个也是当时最吸引到我的地方，更吸引我的地儿是我们后来来了以后，我实实在在看见他的产品以后，我觉得我们第一次沟通的时候，他说了一个特别有意思的点，他说啊，你们要是买我们的产品，可能这个东西就这一批，下一批就长得不一样了。然后他说就是可能每一次都东西长得不一样，我觉得这太有意思了。而且他的羽毛，待会儿我们在后面要给大家展示出来，他的羽毛是只有一面。然后我问他为什么，他说他觉得背面没有什么必要去做。我觉得就是这些东西也是特别有意思的点。僕の商品作品っていうかアートワークって言って作品を一つ作ります、うん、それはアートワークはアートワークでもう一つしかないものなので、うん、それは販売数は1になります、うん、でそのアートワークっていうのを元型にしてキャストしたのを何個か、プロダクトって言って、うん、まあ20個なり30個なり作るんですけど、同じ形はできるんですけど、まあアートワークとプロダクトの差が1個しかないか量産型なのか、うん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 、でプロダクトの方も数量は必ず限定して作るようにしていて、うん、というのもいい作品を作るためには、うん、お客様に提供するためには、うん、飽きちゃいけないなっていうのが絶対的にあって、うん、やっぱり同じ形を100も200も見てると、うん、自分の中で飽きちゃうんですよね、うん、でそうなるとどうなるかっていうと、うん、作業効率ばっかり求めるか、うん、
もうあの機械のようにルーティーンのように仕事をしてしまって、はい、そうなると単なる商品であって、うん、それはもうそれ以上の美しさは持たないんじゃないかなと。うん、だから僕は僕がの、まあ、商品なり何なりを提供する際に絶対自分が飽きないように、うん、で飽きないようにするにはどうしたらいいかって考えたら、うん、やっぱり数量は限定して提供しよう、うん、であのルーティーンで同じような仕事をして機械のように綺麗に仕上げても、うん、もう他と変わらないんじゃないか。でそれ以上を目指すためにはやっぱり一つ一つ考えながらこれをより綺麗に美しくするためにはどうしたらいいのかっていうのを、まあ、考えて時間をかけて作ることが多分あの自分の理想に近づく近道なのかなと感じて、あのだから僕が提供するものに関しては必ず数量を限定させていただいて、で例えばこれと同じあの羽が欲しいだ限定数到達しちゃったよって言ったらもう一個僕は作ります、うん、で数を作れば作るほどやっぱり自分が上手になるというか、うん、より自分の理想に近づけていくので、うん、だから僕も数を作る必要もありますし、うん、飽きないようにする必要もありますし、うん、で考えたのがあの数量限定して、うん、あの提供しようという、一つ一つやっぱりあの商品じゃなくて作品っていう考えていたいので、あのなるべくあの作ったものにはタイトルをつけて、うん、その時自分が感じてることとか、うん、必要だなって思うこととか、うん、そういうのをタイトルとしてつけさせていただきます、うん、であの僕が作る羽は、うん、裏はツルツルなんですよ。そうですね。そうなんです。よくあの、まあ、裏も線を彫ってらっしゃる方は、まあ、結構多いと思うんですけど、はい、僕はこの模様が打ち込まれた表とひっくり返した時にこのツルッとしてこの綺麗な感じの、はい、このコントラストというか対比が好きなんで、はい、僕は裏はツルツルにしてます、嗯、这个就是可能我们不会去那么介意，但是就像他刚才聊的，他觉得一些非常细微的那些变化，或者说非常细微的一些调整，对于他来说都是特别有意思的，就是感觉他是一特钻的人啊。那其实我还是挺想问的，就是那如果现在除了羽毛以外类的产品，他自己还会考虑做什么更多有意思的设计吗？この間の僕バングルを作ったんですけど、うん、その線を、うん、僕らの、まあ、地金っていう作り方だとどうしてもあの線をこうやってぶつけて直線でこうものを作るんですよね、うん、例えばヤスリを入れたりとか、うん、線を引くんですけど、それが線がぶつかったところっていうのはどうしても綺麗に線を表現できないので、そのをちょっとこうどうやって回避したらいいんだろうかって考えながら作るとか、あと僕の好きなモチーフというか、あのこれはまあ羽と一緒なんですけど、うん、あの光っていうのがとても好きで、うんうん、光僕がすごく落ち込んでる時に外でこうぼーっとしてたんですよ、うん、ああもうどうしようかな、人生どうしようかなみたいな、うん、でその時に街灯の光がこう、光って線になってこう来るじゃないですか、でその時にあら光ってこんな悩んでる時にもまっすぐ来てくれんのねっていうような、なんか落ち込んでたんでしょうね気持ちが、光がまっすぐ来てくれるっていうのを、まあ、これもあの最初に言ったタイミングみたいな波みたいなものなんですけど、その時にあすごい光っていいんだなって、悩んでる時も楽しい時も、うん、多分どういう人にも金も平等にみんな光って届くじゃないですか、まっすぐ、うん、でそういうのをモチーフにして作品が作れたらなっていう思ったことがあったので、うん、なるべくあの僕は光っていうのを表現するような作品を作るようにしてます。でまあ、羽も一緒なんで、まあ、羽も拾った時になんかすごく、うん、あいいことありそうだって思った瞬間があって、うん、あじゃあ羽作ろうみたいな、なんかあのそれで羽を作ってみたら、うん、今度人に見せたらすごくいいね、うん、じゃあすごくいいんだって思っ
歌ってなんかこうすごく自分の中でこういいリズムが生まれる、うん、で光の時もそうで、光をモチーフにして何かを作った時に、うん、人に見せた時にあいいね、うん、あじゃあこれいいんだ、自分にとってはすごくいいモチーフだったんだ